こんにちは。今日はハギを描きたいと思います。まずバランスを取るために枝から描いていきますね。この枝はあまりしっかりと描かないで、目安のように小さく入れておきます。そして今日は葉っぱから描いていきます。この葉っぱも先に描きますが、後からバランスを見てまた継ぎ足しますね。大体ハギの葉っぱは3枚なので、3つずつ書いておきますが、また後から足します。だいたい書けたところで、次はお花です。このお花も一つ一つはしっかり描かないで、適当に点線で入れていきます。この辺は適当なので、最初に予定していないところでも好きなように書き足してください。ピンクで描き上がった上から、今度は赤で同じように上の方だけ
点を打っていきます。この方が立体感が出ますね。そしてのもう少し欲しいところ適当に丸で増やしてください。最後に落款ですが、今日は優しいお色なので控えめな小さな落款を押しますね。はい、萩が描けました。